ての知識がたまればたまるほど、いや、東の方が面白い思ったし、それで、今朝ね、英語で言わなかったんだけど、ここで言います。僕ね、何年間、30年間ほどね、信州学をやってる、浄土学をやってるのに、龍谷大学に一回も呼ばれたことない。本当だよ。で、ジェームズ・ドブンスという人が、彼も信州学ずっとやってるわけで、彼はまたたまたま鬼市の方でね、勉強するようになって、彼はずっと龍大 で、彼も僕もアメリカ人で、アメリカの宗教学会に会うときは、必ず毎年、お前は反対側から何か声があったんですか？いや、ないですね。それとも彼も大谷から呼ばれたことなかった、ずっと。それね。同じ人種だと思わないほどね、はっきりの区別だった。しかしね、5、6年ほど前に急に変わってきたんです。それで、この間 の福島の大地震の時にね、僕、京都に言ったんです。ドブンさんも僕も両方も京都に、たまたま。で、彼も谷大に呼ばれて、ちょっと抗議するようになったんですよ。僕はまあ、フルブライトの奨学金で単なる勉強してるんだけども、龍谷の仏教文化研究所の50周年のお祝いのために3人の学者に講演してもらうように、2人は東大、3番目はなんとか僕になった。それでその時は僕はインターネットと仏教の未来の話をしたんだけど、それで次の日は新聞に写真が出てしまった。それで僕は龍大にようやく認めるということは、日本でも西東の区別がだんだんなくなってるわけなんですね。そうだから、その宗派意識がだんだん弱まってるということはみんなの得なんですよね。We're switching projectors. Well, you know, something like that. Are you going to want to say a few things? No. Okay. それで今日の話したいと思っていることは、主に江戸、つまり幕末ね、江戸幕府の政権が崩れかけてる時から明治に入って、明治の仏教に弾圧と言っていいと思うんですけど、明治政府の仏教に対する弾圧的な政策のもとに東日本外事どうやって応用したと対応したと。それがだから3人ぐらいの面白い人の話を持ってきました。それをお見せしますが、だから戦後の人誰もいない。でもね、やっぱり戦後 の東大谷八景の信州学もどうしてもこういう3人ぐらいのこと今でも読まれてるんですよね。研究会のテーマになってるから、なかなか面白い。じゃあ、わー、すごい。そう、バックアッププロジェクターもあるわけ。これは西のプロジェクトだ。いや、これダメなんだ。アイディアそうなんだろ。ちょうどシートセンターのバックでも同じもんだよね。どうしてるのかな。不思議なもんだ。これで、はい、送ってもらいます。あ、いいですか。本前、あ、ちょっと、OK。
それこの本を紹介します。私の作ったもの、これはね、精神主義の読本と私たち日本で呼びます。清澤満州をはじめ、ソロ良人、金子大安田理人の典型的な代表的な論文を英語にして、そして最初の上文50ページぐらい僕が書いたのは、あの明治時代の真宗というバックグラウンドとして、これで今までね、これがなかった、まあこれ3、4年前に出たんだけど、あのこういう精神主義東系の英学はないんです。だから勉強しようと思ってもなかなかこっちの人はできないから今ペーパーバッグになってるから休まってる関西弁ね。お待たせいたしました。はい、いいですか。申し訳ございません。 OK? はい。はい、すみませんでした。
で、7人ぐらいの船に乗ってる人はマカオの方でね、船が崩れてね、残ってるわけ、日本に帰れない。そしてアメリカのモリソンという船がロケて日本にじゃあ送りますよと。これは貿易してる船なんだから別に文化でも何でもないのに、鹿児島の方に入ってしまうとまたボンボンってこうやってて、そして日本人が降りることができないわけでね、そのまま赤に戻る人は仕方ないということは、それを見てる人は政府に対してその反応がオーバーなんですよ。だから批判する。でもその批判する人もすごいまた弾圧受けて、刑務所に入れられたとかいろいろ。ということで、幕府がだんだん非常に厳しくなってるわけで。1840年ね、少しずつね、緊張が高まる。アイエン戦争が中国になったんだね。中国なんだけど、日本と直接関係ないんですが、やっぱりアヘン戦争がある意味ではな、ね、い国民がイギリスの植民地の力に対する反発だから、反論ですね。それで、でもそのアヘン戦争の結果はどういうのかというと、イギリスが勝利するわけに勝ってしまうということは、遠いイギリスが中国でもね、国民反乱を抑えられる力があるということは、日本の幕府が余計に怖くなってしまう。それで、この江戸幕府から明治政府に移行するその変更が非常に複雑。簡単に、だこっち例えばアメリカでは選挙があって、今年選挙ありますね。選挙して次の日の投票の数が分かるでしょ。そして1月の何日に就任式があるということが決まってるわけ。非常にもう割り切ってるわけ。これはね、エロ幕府から明治政府に変わってたということはそう簡単なもんじゃない。戦争だからね。それで結局戦争で政府に対する戦争だから、国内戦争すごく複雑。とにかくその間にね、本願寺派と大谷派がね、違う立場を取ったんですよ。で、大谷派はね、どっちかというと幕府を応援する。で、尾西の方が明治維新の人たちの長州のね、沢村の人たちを応援する。そうなんです。そう、結局明治の方、長州の沢村がもうまた勝負するから、そしたら処理するから、そしたら東に対する明治政府の態度が非常に厳しい。どっちかというと怒ってるわけなんだね。あるいは明治政府はまた投票で選挙があったから明治政府になったわけじゃないんだから、自分が政権を持っている正当化するプロセスが必要なんだよね。日本人の国民に対する私たちが本当の政府だよということをみんなに説得しなきゃダメなんだよね。そういう意味では江戸幕府とまで縁がある人たちはどっちかというと敵対するような相手になってしまうんですね。そういう意味では明治維新以後、お西とお東はね、政府との関係がだいぶ違うんです。それによってね、お西の方が、明治政府を応援するから、仏教の教義の面でも少し変化が見えるようになるんです。それどういうものかというと、明治時代に初めて文部省が出てくるわけですね。文部省が出てまた標準語を作るようになった。標準語は実は作られた言葉なんですよ。自然の言葉じゃないんですよ。中国でもね、アメリカに標準語がないんだけれども、中国語もプトンファーといって標準語と同じことを普通語といったような感じで書くと、その明治時代の標準語が山手線以内の位の高い人の日本語が標準語になってしまったんですね。それ仕方ないんですよね。その人が文部省の位の中に入っているから、とにかくそういうことによってね、何が国語かということは明治政府が決めるし、また教育の面でも文部省が非常に力強い政府の管理だから、その
小学校から中学校の間の教科書を文部省が気になるんで、その中に、その道徳という言葉がよく出るんですね。その道徳というものはどういうものかというと、当然倫理的な生活を送らないとダメだということですが、また天皇陛下に対する忠実の話もはっきりしてるんですね。そういう意味ではこういう言葉が別に教育今までそんなのなかったんですよね。当たり前のことなんだけど、教育にすると今度義務になってしまうんですよね。そして先生が教える先生もまた義務として教えなければならない。その辺では西の方がその方がすぐ納得するんだけど、鬼橋の方がちょっとややこしいそれでこういう話をなぜするかというと、これによってね、やっぱり信州そのものがの教義とか信州の考え方が明治にはだいぶ分かれてくるわけですね。私の理解ではこれは実に明治に始まったんだけじゃない、江戸時代でも同じような分かれたことが見えると思います。あとちょっと言ってみます。じゃあまだ明治時代ですけれども、大谷さんがマージンにいるような感じ、そのマージンということは余白ですね、中心じゃない。自分がマージンの人になってしまうと、ある意味では、寂しいし、紹介されてる感じで、と同時に、ある程度自由があるんですね。真ん中の人たちはやっぱり真ん中の文化を守らなきゃならないんですね。期待されてるわけ。マージンにいる人たちは誰も期待しないわけ。関係ない、お前は別に相手にするから、その相手にされてる大谷派の方がそういう意味ではね、より考え方が自由なんですよ。そしてこの考え方が自由だっていうことはどこにメリットがあるかというと、いつでもメリット当然あるんですが、明治時代はちょっと特別の時代ですね。その特に科学がまず日本に大いに入ってくるんですよね。科学は江戸時代にないことはないんですが、大体医学の世界にはよく話が出るのに、蘭学はどっちかというと医学ですね。でも明治時代に入ると全ての科学があらゆる分野から入ってくるわけです。そしたらやっぱり世の秩序が思ったままではなくていろいろ違うし、あるいは進化論ですね。進化論がまた今まで日本人も当然知らなかった、結局全然世界が違うんですよ、物質的に。もう一つは当然キリスト教の布教の問題が、また明治時代にあるとキリスト教の宣教師がまた日本に入れるようになるわけですから、そしたらやっぱり仏教のお寺、住職さんとかいろいろ考える必要なかったことは今度は考えざるを得ないようになってしまうんですね。もう一つは当然その、ここは国粋って言うんですけれどもね、その非常に強い国家主義の政府に対する仏教の立場は何だろう。明治政府は特にね、仏教に対するあんまり喜ばない方なんだからね、どっちかというと仏教はちょっと邪魔くさい、ね、なぜかというとやっぱり国家神道を作ろう、新しい日本を作るために新しい宗教を、国民の宗教を明治政府が築こうと思う。それ大教院という学校を明治政府が作ったんですよ。それは全国的に散らばってるなんですが、一番メインなところが東京の増上寺です。増上寺は東京で一番大きいのだから、大教院には政府の文部省から人が来てて、それで新しい教科書を、その大教院に来る人は住職さんと、つまり僧侶と神社から来てる人だけなんです。結局宗教関係の人だけ。そして教科書を作って一緒に配って、みんなそれを読むと仏教の話はほとんどない。だからみんなが協力するような宗教が目的よりいいなから、実は神道なんですね。で、神社の人たちも喜ばないわけ。これはうちの神道じゃないんだよ。
これは政治の人たちが作ってるアイディアとしてイメージとしての神道だと思うんですね。そして神社の人も喜ばないし、僕の人も喜ばないから大教員がもうすぐ崩れてしまうからね。しかし何だと言っても、もう明治維新以前から第二次大戦争まで100年間ぐらい日本の政府が例のない武器に対する反対する立場があったわけ。それはおそらく何よりもお寺に対する大きなチャレンジですね。これどうするか、それに対する神仏君、まあ仏教の大夏も抑えることは廃仏毀釈という言葉が有名なんですが、でも歴史的な参考書を見てみると、廃仏毀釈は神仏分離の中の一側面だから、まず神仏分離の話をしましょう。すべての鏡が道徳的に仮の感覚と新しい社会秩序を確立する必要性によって、旧体制に対する暴力を正当化する。それはさっきの明治政府の最初の立場で仕方ないですね。で、その明治政府のそういう一つを処理する方法は、仏教と神道を分離する。神仏分離ということは、政府にとっては単なる事務的な仕事かもしれないけれども、国民にとっては非常におかしいことなんだね。だって神社の中に お坊さんも住んでたし、例えばお葬式になってしまうと神社のお葬式やりたくないから、その他のお坊さんがいるわけだよね。あるいはほとんどお寺の中にもまた神道的な、まあ、鏡とかいろいろね、象徴があるわけ、当たり前のことなんだね。で神社と神道と仏教が一緒になるということはごく当たり前のことなのに、強制的に無理して分離することが非常に、まあ、傷つけるというか非常に難しいことが国民にとってはね。それでその中に廃仏毀釈はその極端的な、部分ですね。それ明治維新すぐあるかな。じゃあまずね、明治維新すぐね、3年間ぐらい廃仏毀釈という神仏分離の極端的な断絶では、お寺、日本の全国のお寺が6割ぐらいが損害された。お寺完全に潰されたお寺もいっぱい何万もある。それはね、場所によって違うんですが、結局、当然明治政府の強く炎上する長州、だから山口県とかそういうところは仏教の管理の方が潰れてしまったので、ね、それがあまりちょっと極端やりすぎで、それを明治政府がそれをやめたんですが、この分離という政策はずっと変わらない、ね、それでね、こういう文化というかこういう政策の中に仏教のお寺は社会に対する貢献は何だろうということが要求されたわけで、社会への貢献を主張することによって、その社会的な価値を正当化するようになるのは当たり前ということを期待されているわけ。これを論争しなければならないということは仏教の立場。だからなぜ僕はそういうことを言いますかというと、社会的に仏教がどうやって貢献することか誰も聞かれたことなかったんですね。あまりにも僕は当たり前のことだから。だって聖徳太子の時代で仏教が社会に貢献することはあんまりにも当たり前だから、急にあなたどうやって、だからお寺が何のためにあるのかということに聞かれるとちょっと難しいもん。その辺に仏教の指導者が反応しなければならないんですね。どうやって反応する、あるし、その辺はやっぱりね、これによって自分、政治の問題だけじゃなくて仏教そのものに対する疑問がそれによってもたらされるようになってしまう。それでね、またこういう問題が非常に頭にきてるから、両本願寺の中にまた組織的な改善運動が起こってきたんですよ。
で、お東の場合は清沢町が、清沢町と井上遠慮が指導者として1880年代にやっていたんですよ。で、それが大失敗ですね。失敗するようになって、清沢先生がクビになって、漱石も失うようになる。結局、東本願寺から追い出される。その時は清沢が、三重県の、小さな村に来られて、嫁さんがいるから結婚するように来なさい。だから嫁入りじゃなくて、なんて言ったらあんまり言ったらあんまり言ったら、特に結婚に行ったわけ。僕はそこの手に来ました。なんだ。で、清沢さんが、住職さんが教えてくれたのは、このお寺に清沢町という背の低い鼻の黒い人が本山から送られて、私たちこの人に対してどうなりすればいいか分かった。そしてとにかく新しい娘さんの旦那さんになってしまうから、お寺の旦那さんみんな呼んできて、一応紹介するときに彼はなんとか西洋哲学のヘーゲルの話をする。そみんなさっぱり分からない。とにかくね、清沢さんと清沢の連中にとっては、この本願寺改善運動が失敗になってしまうことによって、いろいろ変わりました。まず、先に言ったように、マージにいるからこそね、釈迦に対する積極的な態度があんまりない気持ちが、どっちかというと、余計に強まるようになってしまう。で、清沢自身がやっぱり自分の力を持って何をすればいいとか非常に内面的になるんですね。それでこれは清沢の気の方法でもう一つそれに対してまただから東の方がその意味では非常に真宗の理解が心理学的とか哲学的になるんですね。お西の場合は、その傾向がどっちかというと薄いです。それなぜかというと、幕末の問題と同時にもう一つはお西の方に三号枠があるという事件があったんです。それは、江戸時代にはね、お西の方に大きな、乱争というか、その学者の中の反対立が非常に厳しい。それ3つの大きな事件になってしまって、3番目があんまりもね、大きくなりすぎて、暴力的になってしまうし、そしたらもう政府がしょうがない、警察を送って、押さえてね、裁判に行ってしまって、大変なことがあった。いろんな人は刑務所に入っているようになったんですよ。だから、日の方がそのために、その後は、じゃあ穏やかにしましょうということになって、東はそういうことがないから、余計にね、論争が活発ですよ。だからなかなか面白い。これは内部記者の本ですね。さっきの話。で、1875年にやっぱり宣教師が入るようになる。そしてもう一つ仏教のその時の直面しなくならない問題がキリスト教。キリスト教に対してどのように考えた。明治時代を大体3つの小さな時代に分けるようにする学者がいる。最初の方が最初の明治維新から20年間ぐらいで、キリスト教に対する仏教の立場はほとんど反抗敵。やっぱりキリスト教は私たちの敵です。対する。そして2番目、明治中期になってしまうと、キリスト教の思想を勉強するわけだね、仏教の人たちは。で、勉強する、そしてキリスト教の宣教師も仏教を勉強するようになるわけ。で、3番目、明治後期になってしまうと、2人ともね、相手のなかなか使えそうなところを借りて、自分でも使ってしまう。その辺が面白い。だから、精神主義の運動には、キリスト教の言葉とか、西洋哲学の専門用語をよく使うようになるのは、また面白いと。
ではもう一つよく知られてないんですが、明治維新以前も日本人がヨーロッパまで勉強するように行くんですが、1862年西アマリとかに数学マリツがオランダの船に乗って4年間ぐらいオランダで、ね、哲学を勉強するようになったんですよ。でその哲学だけじゃなくてね、まあ、哲学の中の一つの思想かもしれないんですが、ダーウィン主義というものがありますね、進化論ですが、それはヘルバート・スペンサーという人が、主張する社会進化論というもの、ね、が明治時代、明治中期後期から入ってくるわけ。これはどういうものかというと、進化論というものはご存知のように動物の中に時代から時代の時間が経つと遺伝的な変更が起こるんですね。遺伝的な変更が当然起こるわけです。その遺伝の変化によってその動物が弱い面が出てくるわけか強い面が出てくるわけで、長い時間が経つとだんだんね、その強い遺伝の変化がその動物のプラスになるわけね、近づくなるし、そのスペンサーの考え方は人間も同じなんじゃないですか。つまり人間も弱い人と強い人がいるから、そしたら人間社会が強くなるために弱い人がなかなか方がいい。そしたら人が貧しいとか病気があるとか、その人前に亡くなってもらう方が社会的にいいことじゃないですかと。つまり福祉ということは恥ずかしいことなんね。それはすごい思想なんですが、それも日本に入ってくるわけなんですよね。で今から見るとこの話はちょっと恥ずかしいかもしれないんですが、その時代はそうでもないんですよね。だって全部新しい科学なんだから、日本人もよく分かんないですね。その中で一番ね、ミラーズの加藤博之という人はね、東京大学の学長ですよ。加藤博之はこの思想を応援するわけ、多くに。応援するために彼はこの話をするんですよ。論文を書いて出版するわけですよ。東京大学ですよ。その場合はね、仏教、結局仏教としては私たちどうすればいいかね。その辺ではちょっと義務があるわけだよね。だから人間は、宗教は人間の弱い人のためなんですよね。強い人のためじゃないということはね。その辺ではやっぱり清沢も、近住長官も東大の学生だったんですよね。井上にも東出身の東大の学哲学の学生なんだけど、そういう人たちとこの加藤博之と他の先生たちとやっぱり対立があったんですよね。その辺は。まあちょっと、まあ、大雑把に見てしまうとこういうような問題が中心的だと僕は思っている。その明治時代ね、一つは西洋的な管理に対する新書研究改革の中、その西洋的な管理はどっちかというと統一することですね。それによって研究が自由に出なくなるわけ、そしたら研究が進まない。そこの問題。次は極端的な愛国主義に対する仏教等は宗教義務としてはどうやって処分するですね、対処する。3番目、仏教学はどのように宗教新種文化に影響する。これはどういうことかというと、仏教南條文雄という人は、あとお東なんですが、南條文雄は1873年頃かなと思うんだけど、ヨーロッパに行ってね、オックスフォード大学でサンスクリットを勉強するようになる。その数年間 の研究の成果としては日本に帰ってくるわけで、それでヨーロッパの仏教学という分野を日本の大学に入れるようになる。それでその時は清沢万志が作った信州大学の科目になる。仏教学というものはそれまではなかったんですね。みんな仏教を勉強するんですけど、仏教学というものはヨーロッパ人が作った歴史的な批判的な歴史研究によって、経典そのものが進化するに時代が時間が経つと経典そのものが変わってくることが、いろんな証拠があるんですよね。
そういう勉強。例えば無料実況は無料実況を漢訳、中国語に翻訳されたもの13回ですね。13回。その中の半分がしか残ってないんだ。その半分を見てみると中身が違う。なぜ中身が違う。やっぱり経典そのものがだんだんね、時間が経つと変わるんですよね。変わるはずがないのに変わる。そこが問題。またサンスクリット語のテクストも残ってるわけで、サンスクリット語のテクストも漢訳と比べたらまた内容が若干違う。例えば、癌、48癌って言うんですよね。48癌って言うのに、実は翻訳によって、テクストによって癌の数も違うんですよ。一番古いテクストはね、一番古い翻訳は24癌しかないんですよね。その辺は難しい。そしたら無料受講は何なの？何が無料受講っていうことは全部入れないとダメなんだよね。その辺が難しいので、ね。それは仏教学なんですね。それは宗教学じゃなくて仏教そのもの。だからどうやってこういう教科ができたか。そしてもう一つはね、大乗仏典そのものが明治後期になってしまうと、花咲正治とかいろんな人が書いた論文では、ひょっとしたら釈尊の言葉じゃないかもしれないという論文を出した。なぜかというと、原始仏教を余計に真剣に勉強するようになって、そしたら原始仏教の仏典と大乗仏教の仏典が全然中身が違うし、そしたら大乗仏典の方がかなり後のね、教団の人が作ったんじゃないか。釈尊の思想を持ってね、ちょっと工夫して、ちょっと拡張して、そうなってしまった大乗仏典が釈尊の言葉でない。そしたら釈尊の言葉でなければ、そしたら本当の仏典と言えるかどうか。それまた新しい問題なんですよ。それも明治時代に初めてこの問題に直面せざるを得なかったんですね。もう一つはやっぱりキリスト教と科学とのチャレンジですね。鈴木大拙、鈴木大拙も東系ですね。鈴木大拙もパウル・カルスという人はドイツ系、ドイツからアメリカに移民してきてシカゴの方に、商売やって、お金持ちになって、宗教に興味あるから、新しい出版社を作ったんですね。その鈴木大拙もそこに何年間ぐらい勉強して、それ英語が上手になって、また奥さんと知り合いになったんですよ。その時代なんだけど。で、ヴォーカルスが科学と宗教の関係について興味深い。それで、科学と宗教という本の英語を出すわけ。それはまた、姉崎さんとか和訳するんですよ。それは1899年のあの時代ですね。そして日本訳は科学的宗教ですね。科学的宗教はどういうものかというと、それはね、科学の墓ということによって確認できるものしか信じない。神話というものは絶対ダメ、ね。科学、宗教は科学と同じように私たちに見なすべきだということ。まあ、それはどうやろうな。そしたら物語とか神話という話はどうなってしまうと。無量寿経に阿弥陀さんが説法終わってから光がね、ここからずっと世界回ってまたここに戻ってくるでしょ。下が出て下がね、ずっと遠いところまで行ってしまうとか、その神話的な話はその辺は全然理解できなくなるわけ。つまり大乗仏教、大乗仏典全部が読まなくなるわけで、ね、その辺はまたバッケルスは国際的に有名な人なんで、よく尊敬されてる人だから、その人の本が愛するで和訳されて、そうすると日本人がそれを見てどうするんだ、ね、その辺はまた新しいチャレンジ。それを処理しなくならないってことはすごく簡単ではないです。あるいはね、浄土とは何、対処はない。こう簡単なもんじゃないんだけどね。当然、おそらく昔から誰もこういう問題みんな直面してるんだけども、明治時代に初めてね、こういうこと言い出すようになったんでしょう。浄土ってどういうものかあんまり定義せずに言葉使われることが大丈夫だったんだけど、まあ、特にね、大正昭和時代になってしまうと、これは現代、モダンの文化の一つの違うところ。やっぱり全部はっきりしなきゃならない。情報がありすぎるかどうか知らないんだけども、いろい
今までね、あんまり大っぴらにはっきり言わなかったことを今度表現しなくなるようになって、そしたら浄土とはない。その中にね、お東の金子大先生が浄土の観念という本を1925年に出すわけですね。彼は浄土というものを私がどう考えたらいいんでしょう。本当に、本当の場所ですか、頭の中の発想ですか、それとも何か神話ですか、いろんなね、可能性としての答えを出して研究するんですよね。それ英語でそういうことをメディテーションと言うんですが、でもその時代は神子先生がそういう大胆的な研究を出版して、私たち今見るとごく当たり前のことなんですが、あの時代は反応が非常に強かった。反応ということはネガティブな反応ですね。で、学問的な人は喜ぶんだけども、教団が喜ばない。で、神子さんはクブになって、ね、それで、お西でもね、その村直太郎という人も同じようなものを書いて、浄土教批判という本を出して、また流大から追い出されたわけ。同じような問題で。だから結局その時代は早いんですね。早いと言っても、この人たちはある意味では革命的なことをやってるから、私たち今尊敬すべきなんですが、非常に難しかった。まあ、そしたら、お西に対して、お西に対して言い過ぎかもしれないんだけど、大谷が強調するポイント、私の立場にね、こういうものですね。まず1、宗教経験を非常に高く評価する。新人とはどういうものかというと、目覚めですね。信念のセットの合理的な、セットというのは、ちょっとこの本を動かしたいけど、自分で作った。つまり信心ということは信念の発想があって、それを合理的に理解してそれを受け入れるということは信心ではないですね。東の場合は信心ということはやっぱりある意味では目覚めることが本当に悟っていることがなければ信心と呼びたくないですね。東の方がそれはちょっと厳しいですね。要求が高いですから。例えば僕のお東のいろんな人たち、学者だけじゃないです、お寺の人たちとずっとのお付き合いでは、あの人には信心があるという人がいますね。あの人はには信心があるということは、他の人たちに信心がないという意味でしょ。あの人には信心があること、あの人に言ってることが信用できるという意味なんですよ。そういう意味で教えてくれたのに、僕は、ああ、そうですかって言って、どうやって分かるかなと思ったんだけど。その意味では、信心ということは東にはちょっと難しいですよ。ちょっと、なかなかそう簡単に手に入るのではないです。もう一つはね、権威とか人に対する懐疑心がお東には強いです。信心は義達につながる問い合わせの伝統と見られています。信心は結局お東といった、それ同じ意味では悟りとして、まあ、見なければ。目当てる場合が多いですよ。3番目は「歎異抄」ですね。「歎異抄」は今お西でもお東でも読まれてるんですが、明治時代とか江戸時代にはほとんど東だけです。あとでちょっと数字を出しますが、「歎異抄」はやっぱり親鸞を理解するために最も明瞭な表現だと東の立場。宗義を理解するために歎異抄を勉強する。宗学を理解するために教徒真宗を勉強する。そしたら宗義と宗学をどう違うか、そこが問題なんです。それは清澤満心の言葉遣いですね。じゃあ、宗義と宗学をちょっと説明します。で、宗義は、浄土真宗を説明し、浄土真宗の代表する発想ですね。私は真宗の門徒だということは、私はこういうことを信じます。それが一応宗義ですね。で、歴史的には、例えば、教科書に書いていることとか、あるいは、漢商業というものが江戸時代にあったのね。それがカタカナの漢字、つまり日本語の、翻訳されている
新種関係の経典です。新種の人が読むべき経典ですね。そういうものにはどういうものが入っているかとかね、そういうどういうものの入っているものの解釈、それが真理ですね。歴史的には私たちはこういうもの、こうである、あるであるということを言えるんですが、真理の自分の意味にとっては統一されてはいけないですね。それは自分一人一人が理解しなくなる自分なりの理解の方法ですから。修学は違う。修学はどっちかというと、例えば先の無料塾の話、無料塾の7つ のテクストがあるんだったら、それを比較して、無料塾は何だということ、それは修学ですね。修学は学問的には、経典の比較研究とか、あるいは大乗仏教はどうやってインドにできたとかさ、いろんな、今後翻訳がいろんな言葉の翻訳があるんだけど、また全部内容が違うから、その比較とか、そういうことは修学です。だから先に言ったように、宗義を理解するために、つまり、真宗はどういうものかというと、一番直接 の役に立つのは歎異抄であります。それ東の立場ですね。宗学を理解するために、それ当然宗学、真宗の宗学を言ってるんですよ。それは教行真宗。教行真宗は非常に学問的に優れている、いろんな経典の抜粋が集まる。親鸞を研究する目的は彼の宗教的な視点の理解を達成することである。つまりなぜ親鸞を勉強するかというと、これは浄土真宗を教団として恩があるとか、あるいは、東本願寺を応援するための義務があるとか、そのために親鸞を勉強するものではないですね。東の思想観が、むしろ親鸞を勉強することは親鸞の理解を自分でも理解したいです。親鸞の心境を自分も知りたいですね。そのために親鸞を勉強する。親鸞を勉強することと教団を勉強することはそれ以外分ける。蓮行がね、東の人にとっては尊敬されているのが、江戸時代の宗学はどっちかというと蓮行の影響がちょっとありすぎる。つまり蓮行を江戸時代のどうやって真宗が教わったかというと、よく蓮行的におふみが中心的にはなっているんですが、東の明治時代の東の学者がそういうこと好きじゃないんです。蓮行をちょっと先置いて親鸞に直接読みましょう。親鸞直接韓国の時代に戻りましょうというもう一つの東本願寺の中心のポイントは涅槃行の大事さですね。その涅槃行が、涅槃行は仏性という話が一番有名なんですが、阿是世の話は涅槃行にははっきりしてるわけですね。で、曽我良人とか近住上官という人は、おそらく歎異抄がどういうものかと言って、涅槃行を通して親鸞の、理解が歎異抄に出てくる。だから親鸞が教行真宗とかいろんなところに涅槃行をよく引いてるわけなんですね。でも涅槃行は浄土教の経典ではないから、ちょっとどうやって処理するとかね、そこが問題で、特に例えば親鸞が仏性が大信心であるということを言うんですね。で、仏性が自分の中の仏というところがある、ね、可能性というところがあるから、そうしたら自分に何か物証を持っているならば、他力ってどういう意味だろう。他力と自力の場合はね、自分の中に仏があるんだったら、その他力が仏から来るんだったら自分の中から来ているかもしれない、ね、その辺には自力と他力ってことは、自は何だろうね、他は何だろう、その辺が非常にまた面白くなるわけなんで、外にあるものを求めるんじゃなくて、自分の中の両面の関係を調べるのが目的なんだね。僧侶人に言うことはね、如来が私になる、それで私で信心を得るようになるというんですよ。仏が私になるということはどういうことかというと、やっぱり仏性の話をしてるんですね。
仏創心念仏のある宗教的な対象をたびたびね、主観的あるいはその親密的な気持ちを表現する。追い出しの人たちはよく自分の経験としてもの説明するんですね。だから客観的な論文よりも自分の理解した自分のこの間気づいたことについて自分なりの話をよく出るんですよ。そういう意味では浄土宗教を理解するために自分の経験を通して、ね、理解することが目的なんですね。まあ僕の調べたところではね、歎異抄が江戸時代にね、江戸時代にできている歎異抄に対するエッセイはお東にあるだけです。お西のはありません。で明治時代にはね、1209年までお西の論文が一つもないんです。だから江戸時代に重厚法があってね、そうだな、なんか江戸とお東の場合は江戸と明治含んでね、30以上の歎異抄に対する論文がある。お西の3つということは、歎異抄のが中心的な研究テーマが対象がやっぱり東の方がうんと強いです。で、江戸時代の中にはね、人類と領書という人は人類の生徒とかよく議論するんですよ。そのものが残ってるわけ、その西にはそういうもの全くないですよ。ということは、歎異抄そのものが東の、まあ、新種文化の一つの中心的なテキストですね。涅槃経もね、涅槃経を勉強することも東の非常に強いところ。大谷大学にはね、常盤大乗は東大なんですが、お東のお寺の人なんですから。